こんにちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。はい、で本日は千葉県にある成田東カントリークラブにお邪魔しています。はい、本日はアウトでハーフ回っていただこうかと思って、その今手につけてる腕時計ね、ちょっと前に紹介したんですけど成田東は初めてで回るよね。超初めてです、ね、はい、しかもあれでしょ、知り合いの方がには難しいよと。はい、初めて回るんだとスコア出ないよって言われました。そう、GT4 を活用して、まあ、そこまでがっつりこう GT4 の紹介動画ではないんだけど、はい、だから強い味方を身につけたんで、うん、このハーフを、はい、森ちゃんのラウンドマネジメントとともにお伝えしていこうと思いまして、はい、頑張りますじゃあお願いします。はい、はい、1番ホール326ヤードパー4です。いいね、これ GPS あるとね。右にバンカーあるそうなんで、ちょっと左目狙っていきます。よいしょ、いいや。結構飛んでない？え？飛んでない？めっちゃ飛んでる。そんな飛んでたっけ？距離が出るようになったんですよ。そう。でなんか安心して振れるっていうのはありますけどね。この子があるから。恐る恐るなんかおかなびっくりっていう感じではないかな。さあ行きましょう。もうなんかパター持ってるから、ちょっとグリーン乗ったらパター勘違いしてるのかと思ったけど。ないじゃないですか。そうかそうか。じゃあ行きましょう。センター95、フォローなんで、フォローでピン手前だったかな、マイナス8だから、87のフォローだから、だから52で打ちます。頑張って。ピッピッ。グリーンは受けてるそうなんで、自信持って打っていきます。なんか、やっぱ変な感じするな。なんかちょっと力入っちゃうな。下ってるので手前ワンクッション15ヤードぐらい打ってコロコロ転がってくれたらいいな。転がんないな。そうだそうだ、忘れてた。はい、そう、成田東前ね撮影できた時にリニューアル中だったんですよ。工事してて、はいはい、無事出来上がって、はい、そう、外装とかもすごい綺麗になってて、はいはいはい、そう、あれでしょ、なんかなんかめっちゃ綺麗レディースの更衣室が、そうそうそう、今日私初めて来たんでいろんなとこちょっとちょびって覗かせてもらったんですけど、めっちゃ綺麗でした。お風呂場とかあれです、ドライヤーめっちゃいいやつ、ダイソンとリファだった。2つあるの？2つある。そう、なんかリファーゾーンとダイソンゾーンって使ってみたいなって感じ。ぶつかってみたいな。男子ないのかな、わかんないけど。わかんない。めっちゃ綺麗でした。普通にロッカールームの中に、その普通ほら化粧室とかお風呂場だけだけど、普通の鏡だけのお化粧メイク直しのゾーンなのかなとかなんかありました。もういいなと思って。そうそうそう、なんか別にリニューアルとは関係ないかもしれないけど、なんかいつも僕らトンテキ頼むじゃんそうなんです、トンテキです。トンテキさ、ここもさ、なんか大当たりって感じじゃなかった？そう、めっちゃ大きかった、ね、大きくさ、そう、ね、量大きくて、多くて、そう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 、満足。コスタのさ、コーヒーが飲めるからさ。あ、そう、確かに、美味しかった。アポリアさん最近そう、あるとこあるから。あ、そうなんですか、うん、へー、ぜひ見に来てください。そうなんです、遊びに来てください。そう、ちょっとなんか感動して、これオープニングで撮ろうって言って気持ちよく忘れて今更なっちゃってごめんなさい。ということで、すいません、始まります。はい、お願いします。2番ホール387ヤードパー4です。どこだ、なんかフェアウェイがとりあえず2個あるみたいで、僕のフェアウェイの手前縁で230ヤードぐらいだそうなので、この右抜きスレスレぐらいかな、狙っていきます。よいしょ、立てるかな私、ちょっと待ってね、立て、立て、よいしょ、
分大丈夫だと思います。はい。なんかこっから見ると分かんないけど、そのあれなんだ。なんかその感じ、方向的に、はい。こう広がってる感じ。ちょうどそうです。200から先ぐらいがちょうど右側が広がってるんで、ちょっと信じて。でもちょっと右過ぎたかな。大丈夫かな。ちょっと行ってみましょう。なぜ分かんないんで先は。先生すごいっすね。キワキワ。よかった。これ狙ったんですか。うん。でもこれのおかげ。普通だったらでもこのとこ狙わないんですけど、行けそうだったから。本当だ、この向きがあれだ。145のアゲンスト。ピン奥。うん。グリーン奥は別に何もないので155ピン方向に打っていく感じでいきます。あ、なるほどね、むずいなこれ。ちょっとボール上げ気味で20ぐらいかな。いきます。はい。ちょいフックラインだけど、さっきからあんまり切れてないんで、ティーカップに向かって打ちます。いや、なんかパパダメだな。着きまーす。ボギーです。はい、3番490ヤードパー5、真ん中のラフの手前まで200ヤード、多分黄色い旗、あ、上げてるから黄色い旗まで行かないかな。まあヘアウェイのこの左側の方、黄色い旗の方を狙っていって、でも今日ちょっと左に行くんで、部屋左サイドに残ってくれるかなっていう感じ。そこ狙っていきます。予定通り、ナイス。はい、そう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 、危ない。今日はだいぶ巻く日。でも本当になんか、多分さ、初めて動画撮ったのが2年前ぐらいになるのかな。2年前初めてさ、リンゴ園出た時よりさ、2年前ぐらい距離やっぱ伸びてるよね。伸びました、めっちゃ、ね、あ、なんかさ、最近の若い子はすごい飛んでみたいなことなんか言ってたけど、なんか全然飛んでるよ。若い子に入りますかね。え、若い子に入るかなって。やっぱあの時計ってさ、おお、なんか変な鳥、変じゃない、珍しい珍しい鳥がいる。そう、あの時計ってさ、後ろには下がんないからさ。嫌なやつ、嫌なやつだわ、本当。よくやります。予定通りフェアウェイ左サイド200って、もう左バンカーの手前縁くらいだから、オッケー、あの右バンカーの方向狙っていきますね。いいっすね、ありがとうございます。予定通り、あー、ロボットみたい。あ、また変わった鳥が飛んでる。よし、これいいな、めっちゃ楽、安心して打てるね。はい、ついにアユは取れちゃったんですか。アユ取れました。今何になったんですか。これはコロです。コロ、アユコロちゃんなんですけど、アユは食べちゃった。アユが、そうです、逃げちゃったかな、食べられると思って。アユコロちゃんです。知ってる人いるかな。いるよね、さすがに。厚木市の、神奈川県厚木市のゆるキャラです。はい、役所に売ってます。はい、役所にヘッドボカボ売ってるってやばくないですか。やばい、なんかなかなかない気がする、うんうん、どんだけモルファ人口多いんだろう、うん、
需要あるからね、あるんでしょうし、ぜひ厚木に寄った時はあゆころちゃんのヘッドカバーをぜひご購入ください。センター70ヤードピン奥、そしたら70ジャス打っていこうかな。よし、グリーンの傾斜的には奥から速いさ、奥から傾斜が来てるようなんで、ちょうどいいか。ちょい右。何の音だ。鳥。あ、池にいっぱいいるんですよ。すごい鳥の声がする。よいしょよいしょ。ちょいフック。何？なんかすごい変な動きした今。よし、パー。はい。